お疲れ様です。今日はこちらエリゴレやっていきます。もうエリポンエリゴレ、闇落ち野郎に今日はなります。勘弁してください。はい、トロが上がりませんもうね、もういろんなね今日はいるんですけど、エリポン系ちょっと多いんですよね今。エリポンゴーレム、エリポンエリゴレ、まあエリポンクロス、まあなんかエリポン取りも置いとこうやみたいなデッキが結構いるんですよね。その辺にちょっとよく負けるし、なんか嫌なのよね。ちょっとエリポンね。はい。まあ、エリポンギャンブル。いつもやられて悔しいので、今日エリ返していこうかなと、思います。もう、本当にエリクサーポンプ置いて、最終、エリゴレ、エリゴレ、ダクネ、ダクネ、レイジコムリ進化つけみたいな、もう、はい。それだけです。はい。マジのギャンブルなんだね。私は今日はギャンブラーとして生きていきたい。でもこの辺はなんかできるだけ低コストで回して回して回してクロス、まさかのクロスだけちょっとやだ。ナイトとかやだ。ファイブもやだ。ダクネで頑張れ。やばい。しかもこのマジクロスも嫌いやね。本当に超嫌いやねん。もうね、そんなの関係ないんです。エリポン来ます。はい。進化ボンバーね。気づいたら進化ボンバーだったな。いやー、クロスが剥げるけど、剥げるんですけど、まあエリクサーポンプを置けば、勝てるんです。はい。で、まあ一本もおられたくないな。いやー、偉いな、ちゃんとね。エリポン壊しながらの、まあまあまあゆっくりいきますよ。ファイブ使いました。まあ次はデフォのボンバーかな。なのでスケキンも出していいでしょう。今もなんかエディゴレからのスケセパーとかね、やっちゃいたい自分もいるんですけど、冷静にやんない自分もいます。いやー、もうテスラやん。置いてきますよ。まあいいんですよ、こんなのいいんですよ。はい。まあ、きついよね。なんでもありやん。まあ、一応耐えることはかみたいなとこあるんですけど。やばいこれ。待って。やっちった。月一瞬で消えないやん。いや、これエリポン1個貯めました。ちなみに。負けたと思ってる人、まだ早いです。まだ早いです。マジでこれで勝てんのよ、エリゴレは。なぜならエリゴレだからね。あぶねえ、マジでなんで勝った。やばすぎます。意味がわかりません。でもそれでいい。試合内容がね、もう 98% 負けてていいんですよ。負けてていい。最後に勝てば最後に勝てば何でもいいんだよね。さあ、ってことでエリポン置いていきたいけど、待って、これはね、メガナイトコカツ的なね、匂いがする。ギャング？いやー、まあ、関係ねえよな。許容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 。いてー、ゴブリン。ゴブリンいてーよー。いや、もうね、関係ないですよ。エリクサーポンプを置けばいい。考えた瞬間、あなたは負け。感じるんですよ。肌で、体で、心の奥底でエリクサーポンプを置いてエネルギーをまず感じます。やばい、打っちゃおう楽しちゃおう。いやー、ヤナメいいな、スケキンもいいな。で、こういうのね、なんか言っちゃったりしてもね、
まあ柳雨あったらよかったけど、相手ブラスターだからさ、ターゲットミスったの。いやーこれブラスターだからさ許容できちゃうやん。で許容できちゃってまたさらに許容できちゃうやん。やばすぎるこれ。しかもいやーマジエクゾディア完成までもう少しってことですよこれ。わかりますかこのエリクサーポンプ。やべそっち行くな。あダクネダクネそっち行っちゃった。いや、まあ、それはそれでいいか。柳まで打ってコウモリまで追加しちゃって、まあ、レイジまで。うわめっちゃいい。そのウォールブレイカーボーイやばいな、良すぎるが、これで落ちるのがエリゴレなんですわねと。いや強っ。エリゴレが強いのかさ、ダークネクロがもうブラスターに終わってんのかさ、エリポンがやばいんかさ、なんかもう分かんなくなっちゃうよね。エリポンまだあります、記念に。まあそのブラスターとダクネが良くないんですよ絶対に。ブラスターというものが生まれたことによって、まあ、それに対して強いダクネやエリゴレがね強くなっちゃうっていう、あまりよろしくない環境が生まれてしまったわけですよ。うおなんか賑わってんな。エリポン置いていきますよ今日も。まあ今みたいなね、エリポンに手届かない相手引くと本当勝ち確ぐらい気持ちいい。エリポン回る、素晴らしい。ザップ進化ザップやな。そしたらまあいいんですよ、一回置こうや。はい一回置いてから考えようや。ポイズなければいいな。いやなさそう。なかったらマジでエリポンが残るからの。いやーまあダクレ雑に出して入れ。ボーラーか、ボーラーはまた話がちょっとちげえな。まあでもいいんすよこれでこれでいいんですよ。おいマジでマサネコ多いな。しかもダークネクロのコウモリでさちょっかいかけれてるもんね。でもこれでカード回して、えエレジアいいやん、ふざけんのそれ、せっこいって。そんなん知らねえし置くしいやアドに関してはいいんだけど、ボーラーリトプリがちょっと渋いよな。マジでね言っていい気がした。でダクネ追加までいくよ。でトルネも使ったから進化スケまでいっちゃう。うわーそれ強え。でも俺はここでね左まで行っちゃう、欲張り坊や。削りたいんだよね。いやこれが俺がさっきまで頑張って頑張って貯めたエリクサーのアドのご利用しっすね。よしまあ悪くないんじゃない。てかマザネクやべえな、なんでマザネクいいんだ。見えてんなこいつ、やんな。いやでもこの防衛エリポンがねうざけてるようで、うんそれが姿勢だけなんだろうな絶対。いやー素晴らしい。えてか残り10秒とかやん。耐えたら勝ちや、耐えたら耐えろ耐えろ耐えろ、最強エリゴレ防衛。オープンで、えでかっ、エリジェに勝てんの。マザネクもいて、ボーラーもいて、ボンバーもいて、マジかい。まあエリポンですよね、真っ向勝負したら絶対勝てないけども、エリクサーポンプのね
ややギャンブル要素のあるカードによって、え、マジでやだな、嘘って言ってほしいな。あ、違う、え、てかマザネクしかいねえやん今のクラロは。本当やだな、痛い、ヤンキーすぎ。間に合う、危ね、いやアウトか、ほぼ。なんだこいつ、生意気だなそのスタンプ今生意気だと俺は思ったけど、そんなことないかい。いや、なんかファイブはないだろこれ、もう絶対ないやん。いやー、美味しいよこれ、正直このゴブジャイは。グッドゲーム死んだふり作戦発動。マジであるよこれ、本気で。てか買ったくね、なんなら。で最強ね、セパレート戦術。ソウルコールもある、マジやべえ、マジ遅え、あいつらを破壊しろ、行ってしまえ。レッツゴー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 、マザネクの豚とか間に合わない。おい、やばすぎるやばすぎる、これで成り立つのがやばい、もう何でもありみたいなこれでいいのかよ、やば、マジかよ。普通に引くこんな戦い方してるやつ嫌だもんな。よいしょ、ジャイスキャラか、いや、めちゃめちゃいい許容で。からの、からの、いやー、まあコウモリだけつけてワンチャンソウルコールもして、いらねえか、え、優秀って縦線あったの。いや、準備は整ってきたんじゃないこれ、進化も2枠たまりました、行くか。うわー、正面から来んのやだな。うー、やばい、何でもある。いやー、攻め方ちょっと良くねかったなこれ。それ強えな、めちゃんこ。え、俺のエリゴレが、俺らエリゴレ戦術がヤザによって、いやー、ヤザリとプリボーラー縦線か、ちょっと強えな。ボンバーじゃなくてさ、カイバセとか、いや、ブルーアイズよ、さすがに強いか。ワンチャンこの相手の甘えた攻めによってみたいなないか、増殖して、耐えたら、耐えれない、惜しい。いやー、なんか最初のあの攻めが止められたら終わり。まあ所詮リゴルですからね曲げるときはぬるっと曲げますから、うん、リゴルの特徴。さあ、ザップ、いや、ブラスターはいいよ、ブラスターに対して強いからね、エリゴレがね。
だから流行ってるわけですから。リトプリ、関係ない、置くからのここを、うわー、ふざけるなよ、うらやん、ザッ、いやバルーンか、ボムタワーとかだったら嫌だな。うっ、もう俺がそう言ったからやん、絶対てかレイジザップやん、やば、ダクネメタにもね程があるやろ。いや、まあエリポン使ってくれたって考えたら許せます。はい、私はエリクサーポンプが、エリポンじゃない、ディガー使ってくれたらもう何でもいいです。エリポン命なんで、エリクサーポンプ以外脳がありません。またダクネでも出しとく、このコウモリで苦しんでくれ。いやマジリトプリって強えんだよ。すぐボム置いてくるやん、ビビってんな。テグダマシこれさ、ボムリトプリ使ったからさ、やばい、そのエムマジである、ソウルコールもある、おっつい、来た、この端前、おっつい、マジやばくね、端前エリゴルダクネからのスケキンと、なんかお供え物をしてさやっぱでかすぎる。今のボム押さえたからっていうの神判断だったっすね、良すぎたな。じゃあマジでエリフォン置いていけそうな時にぶっぱね、それまでは耐え。もうマジでさ、マサネクしかおらんやん。え、アーチャーマサネクのエリポンボンバーって親衛隊とか、やっぱ贅沢すぎん。え、相当嫌いなんだろうなスケラ。まあ壊せればいいかんね。いやー、エリポンクロスかい、俺の嫌いな俺の大嫌いなエリポンクロスかいな、俺の大嫌いなエリポンクロス VS 俺の大嫌いなエリゴレが衝突してる。いやマジでこれ見せられない試合展開だなこれがクララなのかっていう、まず、え、しかも竹取りミス、デリバリーマンのやばいな。なんかマジでなんで意外と折れそうになってない、え思ったより相手にプレッシャーをかけれてる事実、なぜ。相手がビビってたんだな、え、でかっ、なんかなんでこんな押してんのどう考えても押されてた気がしたけど、いいよいいよ、頑張ってイモリだよ、俺だって頑張ってエリポンからさ、でちまちま削って、もうこれでいい。まあエリポンを切るが一回、まあこの矢波はちょっとだけ怖いが、言うてマサネクを来ても
もう知らないゴリオス強っ。この耐え、やっぱ絶対逆だった。いやマジ耐えたことに価値あり。やだよ苦しいよ。マジで苦しいです。誰かオイラを助けてくれないか。やだめそんなねえもん。ああつまんな。なんだこの試合。リトプリきます。マイリポン置いてね。今だと思ったら行こう。うわ墓石か。墓石でタワー折れちゃうんだよね俺実は。一瞬リトプリタゲ取って、いやなんか気持ちいいやな。雨も打てる。さあベビドラー、まあ、チエンスケラ的な。でスケラだったらきついな。いやーでもなんか流れがいいな。カードのタルババか。まあ取るねー。結構入るぞ。あーポイズンいら。まあベビドラいるんでねこれあんまり行ったところでみたいな。いやでもこれでベビドラを咲かせて、なんかギリギリだったのは何コストがない的な、そういうわけでもない。これさマジで気づいたかもしれない。エリゴレの戦い方にマジやばすぎる。やってること足前エリゴレダクで足前好き気にしてるもんな。やばエリゴレひどいな。なんかまず勝ち方が美しくなさすぎる。なんだこのデッキ。ザップね。おーいやでもこれラバって相性いいんじゃね。そんなことねえかな。ダクねーきついよな。ラバってベビドラとかいない限り。いやマジの納金したこれやばいか普通にやってることやばかったか。ちなみに守れちゃうやばい守れんのもやばいか。いやまあ相手がちょっと雑なバルーン飛ばしてくれたんで行きましたね。
エリポンきついよ。俺まあ左のこの1900折られてもいいね。だってこの後さ鬼カウンターあるよ。進化スケ進化コウモリも混ぜたね。まあスケドラだけどうにかしばけたいよな。うーん、しばかれました。まあしばかれたならしばかれたでいいとして、え、タゲがインドラのタゲ優秀すぎるやろ。いやこれね、ピンチだと思う人もいれば押してるっていう思う人もいるよね。インドラ励んだ。よし、こっからはもうイケイケどっこいしょよ。イケどっこいしょ。ヤザーがね嫌ではあるが、その関係ない、行けばいいね。うん、ダメだったかなダメだったかな、もしかして。全然ダメだったか。いや惜しい、マジ。え、あとさ、マジちょっとだったよ。なんか適当に最後ヤナメとか打っときゃさ、あったんじゃないいやマジこれは本当に良くなさすぎるような攻めでした。反省しますけど、これで勝てることもあります。よくありますエリゴレにそんな実力とかねえかんな。運良ければ勝てんの、レイジでエリポンで。よし、ファイボね。ファイボはまあ悪くないやん。ちょっといいんじゃない。まあ、からのカードの回し方がいっぱいあるんですけど、まあ俺はエリポン優先にしちゃおう。ブラスターだからって舐めたつけど打ってきやがってな、許しません。え、てかあれとファイボスキュラなんだ。いやーまあ気持ちでやっとくか。ファイボヤナメスキュラか。ちょっとレアだし、え、強い。よいしょ、まあ、いらんけど。いらんけど。いや、これ手札が回るから俺視点は美味しい。え、ボーラー咲いた。ちょっとチャンスか。いや、マジで行っていいな、これ。よし。でも、ヤナアメとかもあるでしょ。で、じゃあこっちね。右にヤナアメ打ちたいよね。そしたらこの左のコウモリどうすんの。やだ、やめて。いっぱいあった。思ったより。思ったよりいっぱいあって、綺麗な防衛されちった。マジかよ。俺があんなに置いたエリクサーボンブが、なくなっちった。タイミング。まあ耐えるの大事よ。いや、レイジ微妙すぎた。エレキがねちょっと強えな。ビリビリが、まさかのペッカボーラー、グロ。まあ進化っちゃを早めにしばっか俺は早すぎたから。いや、お散歩いいね。やばい。
せえ。しばきて、しんかすけが、お、これなんかすごいことになってない？相手終わってくれ。実は右みたいなドッキリもあるよ、これ。左に斜め使ったエレキか。ってことはこっちだ。右が、え、やば。ペッカが足引っ張ってたか。でけえ。というわけで、エリゴレね、夢はあります。はい、どんな格ゲーにも勝てる可能性もありますし、今は強いので、皆さんもぜひね、エリゴレ一本やってみてください。では、おしさまだね。